13位、毛利輝元公を紹介するよ。大江広元の子孫にして、西国の覇者、毛利元就の長男である、毛利隆元の嫡男。豊臣政権では、五大老の一人となり、関ヶ原戦役では、西軍の総大将となった。関ヶ原戦役では、一門の吉川広家や、小早川秀秋が裏切り、南宮山に布陣した、毛利秀元の本軍は参戦できず、西軍は敗北した。徳川家康の要請を受け、大阪城を退去した後に、輝元が西軍の総大将として動いていたことが判明する。西国8カ国、112万国から、周防、長門の2カ国、29万8千国へ減封となるが、後に36万9千国へ、高直しする。しかし、萩藩の初代藩主は、輝元の嫡男、毛利秀成である。